日本文化紹介あがたジャパンマークです。今日の老舗の一品は小沢酒造さんの特別純米沢の井でございます。沢の井、ドドン。はい、小沢酒造さんは元禄15年1702年創業、東京の奥多摩にある酒蔵さんでございます。沢の井さんはですね、2種類仕込み水を持ってまして、軟水と硬水2種類持ってます。これ本当にすごいと思います。山の中くり抜いたようなところ、洞窟みたいなところから水がわーって湧いてくる、水源も持ってまして、それ実際皆さん見学に行かれると見ることできるんですが、あれ本当にすごかったですね。こだわりを持って水選び、水作りをされているのかなというふうに感じました。500万石を使っていて、自社酵母についに切り替えたって、これはまたすごいですよね。自社酵母っていうのはね。でそれでお作りになられているということでございます。で、早速ですが今日はですね、特別純米の沢の井の方をいただいていきたいと思います。色がまずどんな感じかっていうところです。色づきはないですね。こんな透明な感じです。はい、おー、すごい、うまいね。やっぱり、まあ、純米酒ではあるんですけれども、香りも程よくありまして、で、まあ、お食事邪魔しない感じで、まあ、軽く飲めるという、まあだけど、うん、やっぱりこう沢の井さんらしいっていうか、こういう、やっぱりでも自社酵母っていうのもまたすごいんですよ。皆さんね、蔵一度見学ぜひしてください。沢の井さんから、まあ、肩肘張らず飲めますよみたいなことをおっしゃっていただいてますんで、まあそういったところもあるのかなと思うんですが、非常にそのなんていうか、お食事と相性いいなっていうふうに思います。印象としてはそうですね、魚介との相性抜群にいいなと思いましたので、ぜひ皆さんですね、なんかお刺身食べたりとかですね、なんか焼き魚食べたりとかですね、佃煮食べたりとか、そういう時にぜひ、小沢酒造さんの、沢の井特別純米を飲んでいただけたら面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、本日はですね、小沢酒造さんの特別純米沢の井をご紹介させていただきました。お買い求めは概要欄のリンクをクリックいただくか、老舗通販ネットで検索をお願いします。また高評価、ライクボタン、シェアやコメントもお願いします。日本の良いものを世界へ、伝統の良いものを現代へ、あがたジャパン登録よろしくお願いします。マークでした。